ドリフトをあの群馬なんですけど今ここ、はい、体験させていただけるということで、ペンチムさんとガブリエルさん、はい、僕らも経験させてもらえるということで、はい、ちょっとハマったら僕ら買っちゃうかもね。いやほんまに買っちゃうかもしれない、もしかしたらワンちゃんしてね、久々に暑いの、もう欲しいもん欲しいもう欲しいっす。この真夏日ですよ、はい、いい天気やし、見ていきますか、はい、これ一三シルビアっていう、はい、ドリフト界では多分、はい、初心者が多分一番扱いやすいと言われている車なんですよ。詳しいっすね、僕も車ちょっと好きで、中学の時にね、はい、あの将来俺ドリシャに乗りたいなと思ってたんで、じゃあ今日でも、はい、あの免許取って、はい、スポーツカーに乗ることはなく、あセダンとかバカ乗ってたんで、はいはいはい、今日初めてですだから、今日じゃあ夢は念願叶うっていう、そうそうそう、うわいいっすね、楽しみよこれ。一回みんなさ一回さ乗ってみない、そうだ、ね、横に乗ってもらおう、横に乗らせてもらえるってことで、プロのドライバーさんですか？プロのドライバーさん、うわ楽しみだな、じゃあ行ってきます、いってらっしゃい。卒業して1回ぐらい運転したよ、2回か、ありがとう、はい、ちょっと次僕乗ってきます、お願いします、プロへ、あの死んでも大丈夫なら全然死んでも大丈夫、最悪行ってこりん、全然大丈夫です、あ、じゃあ乗りますね、おお佐々木くんが乗るということでこの光景面白いな、よいしょ、ね、言っとくけど初めましてだからさっき会ったばっかだから、ドリフト始まります。ちなみに、あ、向こう行っちゃった上でやろうかな、なるようになるもんっすね、全然できるじゃないですか、おー、
あれ、すいません、ありがとうございます。いや、ハチが乗ってたっぽいっす。ハチが乗ってた。どうだった、弱かった。弱かったっす、本当に。面白い、ビビった、おもろいな。速いっしょ、めちゃくちゃ速い、速いスピードも、うん。本物のドリフトって言ったらこのサイドブレーキを引いてやるんですけど、はいはい、なるほど。今のやったらアクセル思い切って踏んだだけなんですよ。あの草むらに突っ込みそうだな、なんか。確かに確かに普通に突っ込みそうね。看板もあるでしょ。あとは吉田くんのターンだね。お、いいですか、隣行きますか。行ってきます。おっす。何すればいい。なるんだよ。これいける？うわ、それはいけないっしょ。これ今日は無理でしょ。いけないよね。これ今日で定常にできるようになったら本当嬉しいな。ちょっとできるようになって帰りたい。うん、確かに。うん。じゃあ頑張ってください。じゃあちょっと。いらっしゃい。はい、クラッチパンって蹴ったらさっきと同じことが起こるんですよ。クラッチパンって蹴ってもらって大丈夫です。ただ、吉田君はあっちとかに向いてたら危ないんで、はい、うますぎでしょ。めちゃめちゃできてるじゃないですか。吉田くん何？絶対漏れる。あ、すいません。吉田くん、まあよかった。うん、だから、ね、乗ってる本人はどうなってるか全く分からない。マジで？え、だいぶいいよ。足動画撮った、携帯で。本当？うん、どう？はい、どうですか？めちゃめちゃ面白いっすよ。楽しいっすか？これハマっちゃうな。難しい？難しい。本当乗ってる本人はどうなってるか分かんない。はい、めちゃめちゃかっこよかったよ。かっこよかった。煙で出とった、うん、何？煙で出とった。あ、出てた出てた。本当？今冷えてた。これ面白いっすね。面白いよね、本当に。吉田君も車買っちゃう？買っちゃおうかな。いいじゃん。東京に置く？でも、うん、東京に置く。こっちに置けないのかな。なんとかなるんじゃん。俺、イチゴシルビアが好きなんだよ。イチゴが好きなんだ。おっさんじゃん。うん。
俺が新しいやつが好きなんだよ。シルビア乗っちゃいますか。いちご。ちょっと乗りたくなってきたね。いいね。乗るかもしれない。マジで。次佐々木くんの番ってことで。はい、佐々木くん頑張ってください。吉田くんにもできたから佐々木くんにもできる。行きますか。行ける行ける。難しかった。はい、ありがとうございます。いただきました。お、いただきます。いただきます。いただきました。早田がいただきます。で佐々木くんの番が。これでやってきたということで、はい、頑張って。大体80度くらいまで。ぐーっと。それでこれに今ぐるぐる回ったじゃないですか、はい、これに逆反つって反対にハンドル切るとドリフト状態になるんです。ああなるほど。大丈夫ですね。パイロンの横まで普通に一回行ってみます。てんちゃんより演奏してない？うん、それで。あ、今のか。今の。できてました。どうでしょう。俺自分でわからないですよ。多分できてないですよね。できてない。まあなんか回るのはなんかできたけど、でもカウンターってやつがちょっと難しかった。ここ円でなぞるのはむずいよね。絶対、うんうん。なんか永遠に回り続けるならちょっと。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうだった？いや面白いですね。難しいけど。難しいよね。めちゃめちゃ。楽しいよね。楽しいです。さっきの話で演奏してたよ。確かに。ね、確かに演奏してたね。